これが兄の遺品の中から見つかったというか持ってたものなんですけれども、私が3年生かぐらいの時にグアムに行った時の帰りの飛行機の中の写真になります。30年以上前に撮影された写真、写っているのは大阪北新地のクリニックで院長をしていた西澤幸太郎さんとその妹です。基本的に優しい人だったと思います。人の気持ちをよく分かってくれていたんじゃないかなと思いますね。両親に対しても私に対しても仕事柄というか。4ヶ月前、北新地のクリニックが放火され、院長、スタッフ、患者、26人の命が奪われました。そうですね、両親もゲイナーでもかなり、ショックを受けていましたけど、あの時は。でも本当にやけどを、やってなかったことが本当救いだったっていうことと、そんなに苦しそうな顔もしてなかったので、なんかそこで私ちょっと泣いてどうこうっていう感じ、もっとわーって泣くかなと思ったんですけど、そうですね、ちょっと言葉では表現できない感情ですかね、はい。事件のあと、ニュースや SNS は兄の死を悼む患者らの声で溢れていました。クリニックは、心の悩みを抱えた患者が前を向き、歩みを進めるための心の拠り所になっていたことを知ったといいます。皆さん兄が亡くなられたことを、悲しんでる方もたくさんいらっしゃいましたし、またその次の転院先のことを不安に思われている方がたくさんいらっしゃったので、どうしたらいいかなって、自分で何かできないかなっていうのをずっと思っていたんですね。自らができることを探す中で見つけたのが、クリニックに通っていた患者や支援者らがオンラインで悩みや不安を語り合う集会でした。初めての方、自己紹介をお願いします。西梅田のクリニックに4年強ぐらい通ってて、リワークにも参加した経験があります。今回同じような境遇の方々と、なんか当事者ならでは の痛みとかそういうのを共有して癒しにつなげていけたらなと思って。集会を企画した川田雄一さんのもとには、クリニックの患者から社会や職場への復帰を目指すリワークプログラムが突然失われたことへの戸惑いの声が寄せられていました。こういったリワークのような会をオンラインでやる、西梅田でやってたのリワークのオンライン版をやってもいいのかなって今聞いてて思いました。クリニックのリワークプログラムには、気軽に日常の出来事を共有する時間があったといい、集会でも参加者がたわいもない会話で心を通わせていきます。なんかこれやってみたいなとか、先に何かやりたいことってありますか？コロナ終わらないと分かんないんですけど、富士山登りたいですね。はい。ミッシルのコンサートのライブチケットを落選したんで、残りの席当たるかどうか、それが当たれば僕はライブに行けるということです。そんなのでいい？そんなのでいいか？そんなのでいいですか？みんなやっぱ孤立はダメだと思うっていう同じような共通の思いがあって、容疑者の人も孤立していたということになるし、そうするとその孤立を防げれば事件起きなかったのかなっていう。オンラインでの集会をクリニックに代わる居場所としている人も少なくありません。
大阪府内に住む30代の男性は、体に異変を感じながらも、西澤先生と出会うまでは仕事を続けていました。自分の場合だと涙が出るとか、片耳が聞こえなくなるとか、悪い考えが止まらないとか、あ、これどうしようもないぞって自分で思った時、電話して事情をもろもろ説明したら、もうなんだすごいこう優しい声で、もう休みましょうって、一回休んでまた休憩しましょうって言われたのがすごいやっぱ印象的でしたね。一度職場を離れ、復職へ向けてクリニックに通っていた最中に事件は起きました。事件当日っていうのは本当は行くはずだった、行ってたかもしれないっていうのところですね。もうそれこそ4日前に西澤先生からリワークにまた来てくださいねって言われたところだったんで、それが4日前に話してたような人が突然こういなくなる、そんなことがあるんだって、やっぱこの世には。一日を大切に生きたいと、事件の後手帳を買い、日記をつけるようになりました。シンプルにこう生きるっていう、生きてるっていうことを感じさせられた出来事でした。男性は同じような悩みを抱える人たちが集う場を新たな心の支えとしています。まあ、本当に 大げさな言い方をすると、社会との関わり、つながり、あのミーティングの場に入った時の、西梅田でリワークを受けていた時のような感じの安心感がある、あるなっていうのが一番印象的なところですね。事件から間もなく4ヶ月、オンライン集会も回を重ねる中、新たな気づきがありました。ある思いを胸に集会を主催する川田さんの元を訪ねました。支援っていう形でメンバーには入ってるけれども、うん、出れてない方いるじゃないですか。でそういう方とかって、まあ、お会いするのも難しいですし、ただその、まあ、メールとか、うん、オンライン、LINE とかあるじゃないですか、まあ、グループ LINE とか、そういうのでつぶやきじゃないですけどな方が発しやすいのかなっていうのがあって、うん、ご希望があれば私別にその方とつながっても全然構わないと思ってるんですよ。体調や精神状態が不安定になり、集会に参加できていない患者はどうしているのか気になっていたのです。誰も一人にしない、それは兄の思いでもありました。これは実家の兄の部屋のタンスの中にあったやつですね。これはここに医師の免許を取ってって書いてあるんで、まあ、兄が、ね、国家試験前の手紙かなと思うんですけど、まあ、本当に応援する気持ちだったと思います。兄が医師としてやってきたことは、形を変えながら人と人とをつなぎます。あそこに出てきてくれてる人よりも出てこれてない人のことをすごく気にかけてるんじゃないかなっていう思いはありますね。なんかこう本当に声を出せ出てない人たちに対してこう手を挙げるなり、こう自分がしんどいってことを言ってほしいって多分言ってるんじゃないかなと思います。まあ、今回の事件と重ねたときに、みんながこの周りの自分の周りの人たち、目の前にいる人たちを大切大切にして、困っている人がいたら手助けしてあげれれば孤立も起きにくい社会になりますし、それを個人で個人個人が思いを変えてくれたら、こういう事件が起こりにくい社会になるのかなというふうには思っているので、この話が少しでも伝われば日々いろんなことが変わっていくのかなというふうには思いますね。
孤立しない社会に、互いに支え合える社会になるよう、できることを続けていきます。